河南省鄭州市で7月20日に発生した大洪水は世界を驚かせています。ダムの放水によって道路だけではなく地下鉄の駅や車両も浸水しました。当局は地下鉄での死亡者は14人と発表していますが、あるブロガーは保険会社に勤める友人からの話では、地下鉄車両91両が浸水し、保険会社の賠償金は40億元、約680億円に達すると言っています。事故発生当時は夕方の帰宅ラッシュの時間帯で、各車両はほぼ満員だったと考えられています。新唐人テレビは地下鉄の車両に閉じ込められていた鄭州市民の王さんに話を伺いました。王さんは当時の状況を撮影した動画を提供し、恐怖の体験を語りました。20日午後5時過ぎ、鄭州市地下鉄5号線の列車は、海丹寺駅と佐高路駅の区間で何度も緊急停車しました。因为一进地铁都在那等，临时停车，临时停车，然后走到下一站又临时停车，随后慢慢就不行了，地铁里头开始渗水了，有几百个吧，前面三个车厢、四个车厢基本都挤满了。列車の車掌が一度扉を開け、乗客らはトンネル内の歩行者用通路を歩いて前方に進みましたが、またすぐに車内に戻ったといいます。先是准备出去呢，在那个隧道里面走了一段，不行又返回来了，一直在等等等，不能走，一直跟着不能走的时候，已经被堵在里面。现在是临时停车。その時、車両の中にはすでに水が入り始め、徐々に足首から腰、胸元まで達しました。就是大家空气不流通以后，大家开始稍微有点紧张吧，大概就是那个真正发生危险，大概就是。車外の水位は車内よりも高く、車内の空気はどんどん希薄になっていきました。危機的な状況は2時間も続いたといいます。我手机马上就没有电了。我不知道这是不是我、是不是我最后一条微信。砸玻璃砸得早一点。后头呢、这个也是板斧吆喝，座位下边两头都有灭火器，都可以砸。估计是他们听不到或者怎么样。我们当时周边的两节车厢都没有人员。后来陆陆续续后边车厢里边人挤倒了不少。王さんは緊急脱出用ハンマーがなかったため、消火器でなんとか窓を割ろうとしたといいます。後に救助隊が来て外部から穴を開け救出されました。水位慢慢外边的水位降低了，比里边的低了，然后才砸窗。但是那个时候已经有不少人窒息了，最后但是勉强出来了吧，但是还是有十几个不行。王さんは最終的に脱出でき、九死に一生を得ましたが、当時ホームには七八人が横たわっていて、トンネル内にも一部の人が倒れていて、助からなかったことを思うと残念でならないと述べました。NTD ジャパンがお伝えしました。